皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。まずはこちら、新価格ジャンプするとオンオフが切り替わるスピードランやっていきましょう。では本気で一発クリアでいくぞ。よーい、スタート。ジャンプするとオフが、ちょっと待って、疑った、一瞬疑っていた。本当かよ、怖えじゃねえかよって思ってしまったけど、本当ですね、本当ですね。もう道はあるものだと思う。絶対道になるんです。ん、こっちか、あーだだー、時間がこっち。あ、ちょっと待って、ちょっとね、頭が弱くてあんまりついていけない。こうしてこうか。さっき私雲のとこで引っかかったからあれか。はい、びっくりした。はい、やはり信じることが大切。リスナーさんからいただきました、スーパージャンプ。右と Y と B 押しっぱなしだそうですよ。 OK、 何が起こるんだろう。スーパージャンプが起こるの。え、もうじゃあ押しっぱなしにしといていいの。押しっぱなしです。はい、おー、どこ連れてっちゃった、どこ、いた。何あの飛び方。途中で左押してみようか。え、何、浦飯祐介みたいやん。知らない人ごめん。え、これ途中でなんか、あ、左も行く。ヒップをしてみます。はい、ヒップ、あ、できた。これ結構神業じゃないね、このジャンプ。続いてはゴーンイン50秒セカンズパズルやっていきましょう。50秒セカンズパズルとは、まあ意味合いが分かればいいっちゅうことです。50秒だからね、50秒だからのんびりしてる暇全くありませんよ。あのパウを取れってか、あのパワーにゃん、こうでいい。むむむ。でもさ、スペシャルタイムの人はさ、10秒でクリアしてます。とりあえずバナキャッチー、入るー、入った、出てきた。はい、5秒目指した。これは、はい、10秒目指した。あ、でもこれで、あ、これでもいいんじゃない。いけた、ほら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 、今の10秒はとてもいいことになった。はい、5秒目出した。はいはいはい、30秒切ってるでー。あ、これをさ、オンにしに行こう。あ、これでいいじゃん。で、上行っちゃうじゃん。しかもゴールやないの。もう10秒しかないよ。あ、ここでバネが欲しい。あ、はいはい、オッケーオッケー、なんか分かったね。結構すぐできちゃうかもしれへんで。じゃあナイスキャッチ、こうして入ってバネジャンプからのドンして、今までの無駄だと思っていた10秒とか5秒がすごく役に立ってる。あ、でも一方通行があるからいけなくない。あ、でも雲の隙間を、はあ、行かないんじゃない。え、行く、これ。音符まであそこ投げれれば大正解だったんだ。届くのかな、そもそも。もうちょっと手前で投げようか。あ、ダメか。こうして、はい、で入る。お、これだ。でもパウがあれか、ブラックパックンがいるか。ブラックパックンいるな。もう一回おさらい。こうして、こうしてバネの上にパウ乗せて入らず、こうして出して、こうして、でドア入る、ドア入る、ドア入る、ドア入って、ですぐ右行く、すぐ右行く。そうすると、あ、ダメか。あ、オンオフ解除しておけばいいんじゃない。で、あ、ちまっちゃ、あ、ダメか。分かった、時間も結構シビアだしさ、結構細かい作業ありますぜ。こうでしょ、レバーにジャンして、パウ持って、はい、し、
で、入る。で、こうして、置いて、パウ取って、あー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、パウ取って、で、置いて、バネを置いて、で、パウを乗せて、じ、ちょ、待ち、待ち。はい。で、パウ持って、ドア入る。で、ここも右にポンして、バネあるから、はい、はい。で、バネ持って、バネジャンプー！あー、できたよ！あー、マジこれはね、夏休みの自由研究にした方がいい。これ自由研究に使うんじゃない？夏休みの。これ絶対、な、はい、続いては、ゾノさんの壁キックチャレンジ。初心者の方は割と苦戦するかもだって。了解。壁キックってね、ほっ、あ、こういうの難しい。わかる。こういうの。こういうの難しい。はい。オッケーで、鼻ちゃん踏んで、じゃあもう一回待って。大ジャンプすな。もう一回やる、もう一回やる。はい。ジャーンプ。オッケー。来ました。まさか一発クリアあるかもしれんぞ。これは？ほう？あー！バカか！来ました。こうして、こうして、うん。ほっ。で、右んで、なんか、はい。たまごっちん、おたまごっちん系。からの、スピン系。あー、バカした。来ました。来ました。戻ってきました。スピン！んで、こうして。え？おら、来たで、八方塞がり。いいか。ね、私行っていいかい。こっちで待ってるんかい。待ってるんかい。待ってるんかい。タイミングずれたら死ぬで。ねえ、やけやめろ。あぶねえ。バカか。あー、やってもうたー。タイミングずれたとかそういうことじゃなくてやってもうたー。下に待っててもいいんじゃない？ここで。安全に。私はなんていう冒険をしていたんだ。そうそうそう。これでいいだよ。ね？ほっ！ねえ！ガリガリに当たらなくてよかった。はあ、時間あります。よかった。よかった。はい、入ります。左です。怖い、怖い。これは？怖いから落ち着いてー。こっちー。まあ、こっからはなんか。まあ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 、おじいさん一応こうやって矢印があるからさ、ほ、親切っちゃ親切。はいね、もうさ、もうなんか雰囲気的にゴール、雰囲気的にゴール、くれー。あっ、ちょっとね、スターのこれってやりにくいんだよね。なんかやりにくくないですか？ね、言っていいですか？大丈夫？え、いい？はい。ちょっと待ってー。はい、やるしーわー。あー、いいの？いいの？大丈夫？動くよね？動くよね？私上行った方がいい？上行くよね？はい。びっくりした。そんなん当てなくてよかった。あー、あ、ゴール。ほっ。結構難しいやないかい。おいおいおい。気持ちの入れ方、最初の気持ちのやり方とだいぶ変わっちゃったよ、今の心境。はあ、いいね。初心者は、絶対超むずいよ。超難しいよ。一回もう放り投げようかと思ったもん。はい、続いては、特別な裁判。最後のシューリンガンを避けるために。上から救世主が。誰か来るってこと？誰か来る？なになに？誰か来る？早く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 ！ここにいればいいんじゃないですか。ここにこうやって隠れてれば。あー、バカやんけ。最後のシューリンガンを避けるために上から救世主が。誰も来ないやんけ。わかったわかった。ちょっと待って、やってみる。こうやってこうやって、おにほ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 にこういう感じじゃない？テレサがさ、上からこうやってこうやってやっとけば、テレサがきっと動いてるはず。え、違うんか。じゃあずっと左向きます。10秒の命。
やっぱりここでなんかヒントがあるはず。なんか透明ブロックあるかなと思ったんすけどね。最後だけさ、それでなんかやっつけるみたいな、何パターンかやってみたいと思います。気持ち悪い人が出てきてしまいました。ちょっとこれタイミングですね。はい、あ、でもこれやられちゃうな。左に大きくジャンプ、はっダメか。ちょっと歩きましたね。おー、え、待って、誰かいるよ、まだいるよ。およよ、何周あんのこれ。おりゃっしゃ、今度は負けねえ。ふっ、よっしゃい、これでもう大丈夫。はい、あ、でもこれ結構あれだね、画期的、画期的と書いて画期的と読みも噛んじゃった、画期的と読みます。私ね、最近ツイッターでコース募集専用のツイッターアカウントを作ったんですよ。でもね、全然認知されてなくて、全然コース来ないということで、今ねコース募集のツイッターからいただいたコースです。いいコースがあったらぜひ教えてください。それではまた明日、アスカでした。バイバーイ。